今18番ゲートに方を進めて係員が離れますスタートしましたばらついたスタートになりました14番のクラウングスタッフがコースタートこのうち13番アウトセイルオレンジの帽子が2つ前に出ていきましたその後3番手11番のファピオラ15番のメトロポリターナその直後に18番のパネンカポコインコースからは2番の名将夜空です間からは10番のオメガインペリアルこの1 一角追走していって、六枠の一頭前との距離を詰める十二番レッターレグロです。三コーナーへ向かっていきます。その後ですが、中段に六番のロジスクリーンがいて、外からは十七番上を向いてご覧。残り千メートル通過、六百メートル、三十五秒九で通過。この一角、八番コンテネレッツは。 中段追走ですあとは7番タリスカーウェイインコースから5番ゼーゼマン外から9番ワールドジェニー1マシン開いて3番シュタイフブリーゼあとはバラけました。16番アーキル1番の北のアイボリー大きく離れて4番のエイシンポップ最高峰です4コーナーへと向かっています前はオレンジの帽子が3つずらりと広がって13番アウトセイル15番メトロポリタンナ間14番クラウングストフ直線に入りましたこの後4番手外に持ち出そうと12番レッターレグロ 内に進路を求める11番のファピオラ外からは8番のコンテネレッツァ間をさばいてこようと10番のオメガ・インペリアル横にずらりと広がった各馬の追い比べ先頭15番メトロポリターナに変わったところへ12番のレッダーレグロ差を詰めていこうと10番オメガ・インペリアル8番コンテネレッツァ外から5番のゼーズマンが飛んでくる5番のゼーズマン8番のコンテネレッツァ内から15番のメトロポリターナ12番のレッダーレグロ外から一気に5番のゼーズマン最後はこの馬が前に出たゴーリン2着争いわりと8番コンテネッツァ12番のレッターレグロ並んで入っています